こんにちは、三次郎です。えー、今日はね、えー、ちょっとまた記事を見つけたんで、あのー、ちょっと紹介させてもらいたいと思います。えー、もう何回か話しとるんですけど、えー、生活保護の扶養紹介ですね。これが生活保護を受けるための扶養紹介があるとかないとかね、えー いや、昔あったけど今はもうないとか今はもうないでって言いながらいやまだあるよとかねどないやねんいうことをまあ度々聞いたり、まあ、自分で調べたり、えー、記事になったりあるんですけど、えー、今回これはね、えー、もう私何ちゅうてもねあのボキャブラリボキャブラリがないので。 えー、なかなか上手にようしゃべらんのんですけどこの記事でね「ああそうやそうや」いうのがあったんでねあのちょっと共有したいと思います。えー、っとね戦いとかいうことであそれとねああえー、かえか、ー、えっとね何が言いたかったかというとえー、まあ これで下に貼っときますんでねあのまた興味ある人は見てほしいんですけど、えーまあ、扶養紹会で、まあ、馬鹿にされたうんぬん観音があるんですけど、えー、家族が崩壊したとかね親戚関係が悪くなったとかうんぬん観音、まあ、これはねよう言われてることやと思うんですけど。 あ、これもねえー、っとねえー、これね生活保護の申請は、えー、国民の権利です生活保護を必要とする可能性はどなたにもあ,あるものですためらわずにご相談ご相談下さいとえー、総理大臣もねあのなんじゃなんちゅう言いうのコロナの特例のまあいろんな制度がまあ あかんかったとか、もう借り切ったとかいう方は、あの、生活保護を申請しなはれいうことなんですけど、なかなかここにみんな、ここですね、ため、ためらうんですよね。どうしても生活保護をためらう。その理由は、えー、扶養紹があるいうことなんですね。で、えっとね、 結局はどうなんですね結局はねえー、っとねどこか書いてましたねもうなくなったこと書いてましたねええー、どこやったかいねえー、っとね こ,こ,やね、これまでは生活保護申請者が扶養紹介を嫌がると決まりだから法律だからなどと個人の事情や意向は無視されてきたのだが今後は扶養紹介をしてほしくないという申請者の意向を尊重すべきだという規定が追加されたこれは心が震えるほどに大きな変化だ。 っていうことなんですねだからこの申請しに行った人間が不要紹介しさえんどいてくれって言うたらせえへんっていうことですよねだこれが細かいなっちゅうことですよねだからあのー、私もねまあ生活保護を一遍ね受けてみようと思ってるんですけど、えー、一応ね兄貴が人いるんですよ一人 まあ、兄貴のとこにね、あのー、行くかどうかですね、不要紹介。いえ、せんといてくれって言うたら、行くか行けんかもね、ちょっと、あのー、そんなん聞くのも嫌や,やけどね、兄貴に。<laughs> なんか行ったかみたいなね。もう、なんちゅう、もうマジの音信不通なんでね。えー、そんな聞くのもあれやけど、ね。これがね、ほんまにその、 ほんまにこうなんか言うのほんま知りたいですよね。その、今の、あの、総合支援資金とかの、あの、貸し付けでもそうですやん。えー、何も、国いうか政府いうの、厚労省は、いや、もうどうぞどうぞもう借りてくださいって言うてんのに、実際に行ったら、不承認になったよってね。で、不承認になったよいて訴えたら、いや、 うちはちゃんとそういうことないようにやってますけどっていう返事でねどないやねんっちことですやんかだかこれも実際問題ほんま窓口ってどないやねんいうことがねほんまにこんなん,ほんま言うてるだけちゃうんかな言うてねほんでねえー、ここですねえー、せん生活保護の申請を同行する中で えー、ここちゃうわここやね、えー「生活保護の申請を同行する中で扶養紹介なんてしたくない作業は増えるし切手代もバカにならないししたところで援助できる人はほとんどいないだけでなく親族からも申請者からも嫌われる申請者との信,信頼関係も気づかない」 と、ぼやく職たたちも見てきたこんなほんまにいとるんですかねこんな切ってたもバカになれへんで自分なれちゃうのにねこんな思う人もいてるんですかねと思うけどまあめっちゃいい人ですねこんなこういう感じの人やったらね。でしかし一方で、えー「不要紹介で脅かし決定,決定権は我にあり」というマウンティングをしたいとか。 受け持ちを増やすくらいなら扶養障害で脅かして追っ払いたいと思う職員がいないとも言えないのが悲しいところだ。日本もここですね。これがなんちゅうの、あの、私の言いたいところでね。あの、要は来た人に扶養障害のありますねんで、いうことで、あの、言い寄るんですよ。で、 かなえもかそれはちょっとやめてください言うても「いやこれも決まっとるこっちゃから扶養紹介させてもらいますせ」言うてほんならもうやっぱりあれ泣いて聞いてるんやけど「いやありますねこれはちゃんと確認せんとあきませんねということでそのそんな親とか親戚兄弟に言われたかなから「あほんなんも読めますわ」言うてねっていうとこなんですよ。 だからこれをねほんま私はこのマウンマウ,マウントを言うんですかマウンティングマウントを取りたいこういう職員いうかねあの何ちゅうだい職員さんなんですかねがほんまにね一部いてはるんですよ。これはねあのこの緊急告知資金総合支援資金のね時に私のほんま近々のね身近な人間が。 緊急資金は通って、普通緊急国資金通って条件満たし取れば総合支援資金か普通に通るはずなんですけどもう窓口でもう根掘り葉掘りのもうそんな1ヶ月ぐらい給料減ってるだけじゃどないもならんもっと数ヶ月持ってきてどうのこうのみたいな家族構成がどうのこうのどうのこうのそれこそ生活保護生活保護を受けたらどうですかからもう。 なんんかももううううそういう感じででに言われたんですねだから言われた本人はもうめちゃショックですやん。そうやって帰ってきてねほんであのそんなアホな話あれへんでっちゅうことをやったんですけど、まあ、結局はねそこの偉いさんに言うてね申し訳ございませんでしたいうことやったんですけど実際本もうそういうことなんですよね。だからこの一部のねそういうショックに窓口がねいまだにこうやって。 脅かし、マウントを取りたがるんですよ。知ったかぶりするんですよ。ほんで自分の知識をね、なんか、なんの知識かしないけど、それをこう押し付けて聞ておるんですよ。それは実際私もね、こうやっていろんな、いろんなことで問い合わせた人ってね、聞いてもないのに、自分の知識をバーって言うで聞きはるんですよ。それも必死で。おかしいでしょ、それね。なんか、 自分がめちゃくちゃ知ってやる、知ってるんやで、みたいな感じでね、言うてくる人がおったよね。ほんまに。そういうことで、ほんでこれまた話ずれるんですけど、あの、私、こうやって YouTube でね、発信させてもろうとってね、めっちゃコメントでね、言うてくる人おるんですよ。これはね、た、まあ、マウントを取りたいんですよ。お前、働けとかね。お前、仕事性とかね。 なんでそうやって上からも言うてくんねえ話だね。あのー、まだ低迷の倍は働いてるぞみたいな感じでね。まあ言いたいけど、まあ、黙って削除するんですけどね。あのー、ねあの、んでそうやってマウント取りたがるんかなってね。あのー、何それも匿名で。 匿名でマウント取るってほんまありえんでしょほんまに。何の発散やねん思ってね。ほんまに。思うんですけどね。なんか気持ちいいんですかね。<laughs> ほんまに。何の気持ちよさやねんみたいな。っていうことでね。え何、ーね、話がそれましたけど。要はね。こういう記事を見てね。 もう何回か今までで見てるんですよ扶養紹介なくなったいうのでねけど実際はあるんやでみたいな,なんか国会の答弁にも最近聞いたような気するんですけどもうそれ現実どうやねん言うのねほんまにあのー、知りたいですわだから我々いうかコロナでねえらい目に覆ってる人はこう途切れなく、あのー、支援はしてほしいとこなんですけどもう生活方が 家やったら、もうう途切れてまうんですわ。だからそこはね、あのー、つなぎですやんその一生生活そう言うてませんやんもう途切れたらもうたちまちどないも意いけんからそのつなぎで生活こういうことをやっぱり考えていかんとはあかんと思いますねねねだけどそれで扶養紹介がもうそれで壁になって無理やと、そのありえん話ですやんだから復活できる人も復活できん。 もう落ち,落,ち落ちるだけ落ちてもう何しようもないことですやんかだからそうではなくてねあのー、生活保護をしたらもう働かんでええとかそんなんじゃない,ないんですやは働いてほんで自分で稼げるよう復活できたらまた生活保護やめたらええ話ですやだからもっとね、あのー、なんちゅうのほんまに なかこういうしょうもない職員のね、あのー、マ,ウンマウントを取りたい食品脅かしでねもうそれでもう諦めてる人がおったらねそれはちょっとかわいそうやなということで、えー、ございますございますでそういうことですはいで実際問題ねあっ言うたかなあのー 総合支援資金の再貸付とかでも不承認とか言うって現実ある話ですやんだからなんでそういう不承認かなっていうことなんでねいやそれ不承認の理由があったらいいですよその不承認の理由もわからんとねあの、はい、備えになったよってねだからこれも言ったらお前扶養紹介する人と一緒ですやんと思うんですねはい そういういことでもう一個なかったね、えー、ここや、えー、お前の嘘を暴いてやるというなんとか大王気取りに当たる場合もある命と生活を守る福祉事務所にこれ何なんとか大王はいらない万が一そんな職員に当たってしまった場合はどうしたらいいのだろうかということですねこれほんまにないてますてはいこれはねそういう感じで 聞いてきますもう私もいろいろ問い合わせしとってねもうこれはほんま感じますわほんまにねもうなんか福祉福祉事務所福祉とはお前言え対応がね顔は顔はなんか親身になってる顔をしてるんですけどあのー、いやそれは福祉と言えんやろ全然寄り添ってへんやろみたいなね だからその、まあ、いろんなね利用者さんいうか申し込む人がいてるからやとも思うんですけど百歩譲ってねけどねみんなその欠っのやつと一緒にされたら困るんですよねほんまにそうやって、あのー、困ってる人もほんまいっぱいいとるからねもう全部そういうちょっといちびないやつの感じの対応してもらえたらほんもらえたもらったらほんま困るんですわ。 っていうことで、えー、言いたいこと言えたかなちょっとわか要は、うん、そういうことですわ。要は、不要紹介はもういらんいうことですわ。はい。っていうことで、えー、それと、マウントを取るないう話ですわ。えー、匿名でね、それもね。匿名でマウントを取りたがるな、っていう話ですわ。はい。以上です。 はい、ありがとうございます。うだうだで申し訳ございません。失礼します。